国会議決前後の行動などに問題があったとして維新の党を除名された上西さゆり衆院議員、比例近畿派、7日、エモーショナル、感情的な感じで処分となったことは残念だ、と述べ、維新の対応を批判した。除名後、無所属として初めて出席した衆院本会議後に、国会内で記者団に答えた。上西氏は、事実と異なる報道が連日なされていた。3日夜の3時間の記者会見でできる限り誤解を解くように努めたが、叶わなかった、と述べた。維新が求める議員辞職については、法律で議員を継続することが認められている以上、国民の声を国政に届けると、選挙時に約束したことを貫いていきたい、と議員活動の続行に重ねて意欲を示した。ただ、記者団に維新の比例で復活当選したが、維新の議員でなくなったのに、議員でいる正当性はどこにあるのか、と問われ、答えに窮する場面もあった。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。